アーリントンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ミドルセックス郡の南東部に位置する町である。州都ボストンの中心街からは北西に6マイルに位置している。2010年の国勢調査では人口42,844人だった。マサチューセッツ州の町では人口で第4位である。旧埋葬地にある愛国者の墓アーリントンの町には 1635年にケンブリッジの領域内の村としてヨーロッパ人開拓者が入植した。当時はメノトミーと呼ばれ、アルゴンキン語で早く流れる水を意味する言葉だった。後にベルモント町となる地域からミスティック川の岸まで伸びる。以前はチャールズタウンの一部だったところを含め大きな地域が1807年2月27日に、 ウェスト・ケンブリッジとして法人化された。1867年、アーリントン国立墓地に埋葬された者たちの栄誉を称え、アーリントンという名前が選ばれた。この改名は、同年4月30日に有効となった。アルゴンキンゴ族インディアンに属するマサチューセッツ族が、ミスティック湖、ミスティック川、アルワイフ、ブルックのあたりに住んでいた。 ヨーロッパ人が到着する時までに、土地のインディアンは病気で人口を減らしており、また部族長であるナネパシエメットも1619年頃に、他部族に殺されていた。ナネパシエメットの未亡人は、歴史上、スコーサッチェムとしてのみ知られ、部族の土地を開拓者に10ポンドで売却し、彼女とその部族が、ミスティック湖周辺の生まれ故郷に泊まり、狩猟や農耕を続けられるという条件をつけた。 彼女はその人生の残り期間で毎年毛織の冬、コートを与えられることにもなっていた。1650年頃まで生きていたと考えられている。ジェイソン・ラッセル邸町内にはミルブルックという水流も流れているが、歴史的にアーリントンの経済に大きな役割を果たしてきた。1637年、ジョージクック船長がこの地域では初の製粉所を建設した。 その後、この水流沿いに7つの工場が建設されており、その中には今日も残るオールドシュワムミルがある。このシュワムミルは1650年から稼働しており、国内でも最も長く稼働している工場である。ポール・リビアが開拓者に警告を伝えた有名な真夜中の機構は、メノトミー、現在のアーリントンを通って行われた。アメリカ独立戦争の初日遅く、 レキシントン・コンコードの戦いを合わせたよりも多くの地がメノトミーで流された。コンコードとレキシントンから撤退するイギリス軍を待ち伏せするために周辺の町から民兵がメノトミーに集まった。メノトミーでは全部で25人の開拓者が殺され、この日の戦闘で死んだアメリカ人の半分になった。対するイギリス軍は40人が殺され、 その犠牲者数の半数以上になった。1852年のボストン州ヘンズ、アーリントンは当時ウェスト・ケンブリッジと呼ばれていた、植民地初期に建設されたジェイソン・ラッセル邸は現在、歴史ントン・コンコードの戦いが起きた1775年4月19日に、上の写真の住居とその周辺で殺された、ラッセル自身を含む12人のアメリカ人を記憶させる、博物館となっている。 現在でも建物内部の壁に銃魂が残っている。アーリントンはその歴史の初期では繁栄する農業村であり極めて人気の高かったレタスが栽培されていた。19世紀半ばから1930年までスパイ家で大規模な氷の切り出し産業があった。1930年は最後の氷貯蔵所が焼けた年だった。氷の大半は 氷の王フレデリック・チューダーによってカリブ海やインドに送られた。アーリントンの人口は1920年代に90%以上の増加を見た。1979年、最初の表計算ソフトであるビザッカルクがボブ・フランクストンとダンブリックリンによって開発された。フランクストンが借りたアーリントンのアパートの屋根裏部屋がその現場だった。アメリカの自転車乗りでは、 トッププロだったニコール・ラインハートが死んだのがアーリントンでの事故だった。ラインハートはパン・アメリカン・ゲームズに2度優勝していた。2000年9月17日、ナショナルカレンダー・クライテリア自転車レースの時に自転車から投げ出されて死んだ。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は5.5平方マイルであり、このうち陸地5.2平方マイル。 水域は0.3平方マイルで、水域率は8.14%である。公園用地は210.52エーカーある。標高は、アルワイフブルックソイの4フィートから、パークアベニューとイースタンアベニュー近くの377フィートまで変化している。アーリントンには、ミスティック湖、ミスティック川、アルワイフブルックが接している。その町域内には、スパイ池、 アーリントン貯水池、ミルブルック、ヒルズ池がある。アーリントンはマサチューセッツ州の東部にあり、北東はメドーフォード市、東はサマービル市、南東はケンブリッジ市、北はウィンチェスター町、西はデキシントン町、南はベルモント町に接している。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。 課表は2009年から2013年、アメリカンコミュニティサーベイの5年間推計値である、軍政府、ミドルセックス軍軍政府には次の役職が残っている。軍事務官、地区検事、土地登機官、県人登録官、保安監修政府マサチューセッツ州議会には、会員2人、上院1人を送り出している。知事表現員も1人を送り出している。連邦政府アメリカ合衆国下院議員は、 州大後選挙区に入っている上院議員は二人である。調整フアーリントン庁の行政府は5人の委員で構成する調整委員会である。日々の運営は調整委員会が雇用する町マネジャーが行う。立法府は21の区から選ばれる25人の代表制タウンミーティングである。町の人口は市になってもおかしくないだけの数であるが、 タウンミーティングを開催できなくなるので、姿勢を選んでいない。このミーティングは1ヶ月続くこともあり、問題が解決されるまで週2番開催される。教育委員会は選挙で選ばれる7人の委員で構成されている。アーリントンには9つの学校のある公共教育体系がある。小学校は7校あり、幼稚園から5年生を教えている。 中学校はオットソン中学校の一校で6年生から8年生を、高校もアーリントン高校の一校で9年生から12年生を教えている。さらに歴シントン町にあるミニットマン地域高校が管轄する地区に入っており、この高校はマサチューセッツ州でもトップクラスの職業訓練校である。教区学校はアーリントンカトリック高校と 小中学校のセントアグネス学校があり、どちらもセントアグネス教区の管轄である。さらにレスリー・エリスとアリビア各小学校の2校は、奇襲教系小学校であり、また小中学校のエコールビリングもある。昼るづいて、メノトミー・ロックス公園アーリントン・ハイツの給水塔、1921年建設、メノトミー・インディアンの漁師、アーリントン・センター。 町民のサイラス・イーダリンが1911年に制作アーリントン周辺の地形図。ありがとうございます。